ーセビージャ、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね。先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね。立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。セビージャがこの序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか。リズムが出てきますよね。スペースへ出す、ルカス・ペレス、緩いフィード、これはフラッグが上がっています。ラコルーニャ、北澤さん、先日行われたマッチでは監督の采配が素晴らしいとメディアでの報道がありました。そうですね、前半は右サイドバックが良くなかったんですよ。そこに前線にいた選手をウィングバックまで下げることによってかなりこう全体が安定しましたよね。見事な采配だと思います。スルーパスを出す、いいオーバーラップですよ。もういい形ですよ。このファーストハーフ中盤の時間帯で1対0とリード、さらにはポゼッションでも相手を上回っています。セビージャ、今状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目でしょうね。ディオゴ・フィゲイラス、クリホビアク、セルビオ・エスクデロ、サイドのスペースへ走らせる、チャンスだ、ルーズにこぼれる、前回の試合ではファーストハーフに先制となる得点を挙げています。長いボール縦に入れます。高いディフェンス、伊藤、クリホビアク、レジェンス、ウッツ、シノグ、最初のコーナーキック、ヘディング、おっとルーズボール、ルーズボールになる、狙いしましたんですがヘディング決まりません。長いボール狙っていく、ここもしっかりディフェンスしました。からのロングフィード、このボールをカットします。ここはカットします。大きく前線に入れます。ここは要注意ですよ。ディオゴ・フィゲイラス、クリホビアク、セルビオ・エスクデロ、また中央へ、エンゾンジ、抜けてくる、上がっていけるか、コース空いた、いやー、ついちゃったー、セビージャ、さあさらに点差が開いています。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい、しっかり決めてきましたね。そうですね、今シーズンの4ゴール目です。
セビージャ着実に得点を重ねていきます。2対0。セビージャとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。これを読んでいた。前半から息のつかせない展開となりましたね。ですけどまだ 2-1 ですから、お互いに気の抜けない点差ではありますよね、次の1点がこの試合のポイントになりますよ。なるほど。セビージャとしては今のところリードしてますけど点も入れられてますからまだまだ油断は禁物ですよ。セビージャが2-1とリードして後半に折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。さあ右サイドから上がっていく。さあ右へ預けて裏に味方を走らせる。いい、ルイジーニョ一気に前線にボールを送る。このボールに触ります。パレハ、コーナーキックのチャンス。シュート。おっと、ルーズボール。惜しいシュートです。
続けていけばいいと思いますね。そうですね。さあ繰り返したいデポルティーボラコルーニャ、大事なことですよね。縦を使います。チャンス、オーストリア当たる。ですか。ラコルーニャは選手交代のようです。さあラコルーニャ、同時に2人の選手が入れ替わります。ここは自分で仕掛けます。味方の選手はまだ上がってきていません。このボールはカットされます。ですから今日の試合でアシストを記録しています。大きく縦へのアーチ、ここは読んでいました。アーチのようなパス、オープンのゾーン、セリーが貴重な勝ち点3を手にするのか。失点は許されない時間帯です。スルーパスを出す、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ここが修正して最後のところでギリギリまで見てましたよね。長いボール縦へ、縦にボールをつないでいきます。目まぐるしくボールの持ち主が変わる。やりましたね。セルギオ・エスクデル、縦にボールを送ります。セリージャとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね。あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。ですから笛です。2対1、セリージャ殊勲のゴール、8点差をものにしました。